まあ、私があの中国ペアと戦うならっていうのをまあ考えて、はい、今日も独り言始めたいと思います。全英オープンの準決勝から帰ってきました。ただいま6時を過ぎたところです。今日はまず岡田選手の解説をさせてもらいました。いや惜しかったですよね。まあ、1ゲーム目はねなかなかリズム取れてなかったんですけど、1ゲーム目の最後の3ラリーぐらいは、まあ、本当に岡田選手の流れでラリーができていたので、まあ、2ゲーム目もチャンスあるなって思っていて、まあ、本当に出だしって2ゲーム目の出だしは岡田選手のリズムで試合できてたと思うんですよね。ただ11点以降に、まあ、点数差はあるにしろここでもう1本取れば多分もう一気に2ゲーム目いけるっていうところが何箇所かあったんですけど、まあ、そこでちょっと本当に細かいミスなんですけど、まあ、ネットミスだったり、まあ、ドロップのミスだったりサイドのミスが出た時に、あここでねもう1本取ってればきっと岡田選手のペースにグッとなったのにっていう箇所が何度かあって、そこをまあ取りきれなかったのがあの2ゲーム目の後半まで続いてしまったかなっていうふうに、あの流れが岡田選手に来なかったかなっていうふうに思いました。まあ、ただやっぱり昨日の試合見てみても岡田選手は本当にスピードのある攻撃的なプレーっていうのもどん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 あの見せてくれていて、本当に進化っていうのが目に見てわかるので、まあ、これからも東京オリンピックに向けて多分またこう進化していくと思うので、そこを楽しみにしてたいと思います。まあ、何よりチン・ウヒ選手最近自信を持ってプレーしてるなっていうのをすごく感じます。ラウンドからのクロスカットカットスマッシュみたいなラウンドから打つショット本当に鋭いですよね。岡田選手足出してるけども、それよりももっと離れていくようなコースにあそこから打てるのはすごいなっていうふうに思いました。だってあれだけ動ける岡田選手が取れないショットってどんなショットみたいなっていうのをね解説しながらすごって、はい、見ながら思ってました。でダブルスの解説もさせてもらったんですけど、やっぱり韓国もパワーとスピードはあるんですが、やっぱりああやって比べてみた時に中国のペアの方が攻撃のレパートリーも多かったですし、レシーブがまず安定していたっていうところですごく差があったかなと思いました。攻撃に関しては韓国のペアも素晴らしかったです。ただどこが差があったかって言われると、レシーブの部分で韓国ペアはレシーブに回った時にミスが多かったり甘い球が上がることが多かったんですが、中国ペアは逆にレシーブから相手の体勢を崩すっていうショットが多く見られたので、まあ中国のペアが2対0で勝ったのかなというふうに思います。そしてもう一つで言うと、あの福島廣田ペアと高橋松友ペアの試合も解説はしていないんですけど見させてもらいました。まあ、本当にオリンピックレース中日本人同士が当たるっていうのはとてもやりづらいんではないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、まずその福島廣田ペアがちゃんとまあいろんな状況の中でも自分たちのプレーをしてしっかりとまあ勝つことができたっていうのは本当に素晴らしかったと思います。やっぱり声も最初から最後まで出ていましたし、気持ちもより入っていたなっていうのを感じました。そして、まあ、高橋松友ペアに関しては、うん、昨日すごい第一シードの中国ペアに勝っていい流れだったのかなって思うんですけど、やっぱりね前日にいい試合した後って意外と気持ちを作るの難しいんですよ。同じことをもう一回しろって、まあ、簡単じゃないって調子がいいんじゃないって思うかもしれないんですけど、それをまた次の日にやるって難しくて、まあ、そこの気持ちの作り方とかが難しかったのかなっていうふうに思いました。ただ、まあ、ベスト4まで残って、まあ、世界ランキング1位に勝ったっていうことは高橋松友ペアもまだまだやれるっていうのを私は感じたので、まあ、オリンピックレースもあと何大会あるかっていうのはちょっとまだいろいろわからないですけど、まあ、これからも本当にまだ最後まで諦めずに頑張ってほしいなっていうふうに思いました。
はい、そして男子ダブルスもね、決勝に遠藤さんと渡辺くんが行ったので、あれ明日、あ、ケビンたちと結構相性いいんですよ多分、遠藤さんたち。なので明日はケビンたちの攻撃をレシーブでどん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 こう鉄壁のレシーブで我慢して、遠藤さんと渡辺くんにもぜひ優勝してほしいなっていうふうに思います。はい、明日はいよいよまあ決勝ですね。私は解説はまあないんですけど、あの福島ひろたペアせっかく決勝戦に残ったので、まあ、私があの中国ペアと戦うならっていうのをまあ考えてみます、まあ、もう攻撃力が本当にあるペアではあるんですけど、あの2人ってまあ縦の攻撃の形になった時に前衛にいる選手がすぐ下がろうとするんですよね。で2人ともが後ろの意識が結構強かったりするので、ちょっと前衛が開く瞬間っていうのがあるんですよね。なのでその、相手が攻撃してる時に、まあ、ローテーションをしながら、例えば後衛からスマッシュを打ちました、で前衛が下がりながら打った時っていうのは前が開きやすいので、片方が後ろからスマッシュをクロスに打ちました、そしたら前衛の人が後ろに下がった時のスマッシュに対して、まあ、ショートレシーブを前に出ながらすることによって、多分前が空いてるし自分たちも攻撃に持っていきやすいと思うので、レシーブからどうやって攻撃の形に持っていくかってなると、まあ、相手が攻撃した時に前衛が下がったこのスマッシュに対してショートレシーブをする、そして相手の陣形を崩すっていうことを私だったらするかなって思いました。まあそれぐらいかな、それぐらいっていうか、まあいっぱいあるんですけど、まあそこっていうのが一つポイントになってきそうかなっていうふうに思います。あとはまあクロススマッシュが多いので、そこもまあ気をつけた方がいいかなっていうふうに思います。まあ何より福島ひろたペアはすごく調子良さそうです。だからきっと明日は優勝してくれるだろうと思って私も見ていたいと思います。全英オープン、まあ、最後になるので皆さんテレビの前で一緒に応援しましょう。おやすみなさーい。